はい。では、レオニードさんだけのところに行きたいと思うんですが、道がわからない方で。なるべく敵には会いたくないんだけど。あんちゃん？オオカミだった。トマホークってどうなの？ハゲ縫い。牙。あ、まあ。あ、強いな。トマホークの極意を取得？さっきっていうか、前回ビーストチェイサーをなんか極意とか出て、あ、トマホークの色が変わってる。習得？習得？弓？ああ、なるほど。サラさんの影縫いだけ赤いんですよね。で、デタラメアとビーストチェイサーは黒字で、で、他のキャラクター、例えばモニカさんでこう弓を選ぶと、黒いのは、これ覚えられるのか。多分そうですよね。例えば、ビーストチェイサーやったら、この技を覚えますか？なるほど。極意ってそういうことか。うまさが2で言うは、技の、なんだっけ、引き継ぎみたいな。ああいうシステムか。あ、すぐに着いたな。なんか、大丈夫かな？大丈夫そうじゃないけど。あ、自動で進んだ。何この、ホラーゲームっぽい BGM っていうか。ようこそ、モニカ姫。噂通り、いや、噂以上に美しい方だ。あなたの祖先であるヒルダ以上に美しい。あー、結構じゃあ長い間生きてるってことですね。ご挨拶は遅れましたな。私がこの城のお主、レオニードです。お待ちしておりましたよ。はじめました、孔雀。ロアの子はミカエルの妹、モニカでございます。どうして私たちが参るのをご存知だったのですか？ホドール類には何の楽しみもありません。外の出来事が気になっていろいろと噂話などを集めてしまうのです。あー、その中、隣にいる鳥が教えてくれてんのかな。では今回兄の身に降りかかった事件も聞いておいででしょう。伯爵のご援助を何とぞよしなに。分かっております。しかしミカエル公には私の援助など必要ではありませんよ。モニカ姫は何も心配なさらずにこの城でくつろいでいただきたい。くつろげるような、なんか BGM ではないのですが。それではお部屋の方へ案内させましょう。一つご注意申し上げておきます。この城にはあちこち危険なところがございます。あ、なんか思い出した気がする。なんか敵がいるんですよね。いるんですよね。でものすごく強いので勝てなかった覚えがある。確かここだと思う。お気をつけください。何、石油吸付機の城ですからな。何、あれ、ついてこいってこと。こっちを、あ？対4。俺たちはこっちの部屋みたいですね。おやすみなさい、モニカ様。あれ、さっきのトルネードじゃないや、かまいたちじゃないの。モニカさんが起きて、嫌な感じで、本当に嫌な感じ。怖い。確かに怖い。
なんかノックオンも怖いな。多分モニカさんでしょう。誰だ。私です。モニカです。どうしました、モニカ様。いえ、別に怖いんでしょ。こちらで休ませていただけませんか。でしょ、一人じゃ怖いですよね。モニカ様も怖いの。私とエリアンが見張りをします。ゆっくり休んでください。全員いるけど。調べても何もないか。あまりあっちこっち行かない方がいいかな。あ、ここ何もないか。え、何すればいいんですか。退屈しておいてのようですな。退屈というか何をしたらいいかわからないです。町の北に財宝の隠された洞窟があります。皆さんの退屈しのぎにはちょうど良いでしょう。私にとって財宝など何の意味もありませんから、好きにしていただいて結構です。ほう、こっちは、あー、これが、これ多分、うん、強いやつだわ。先に、うん、なんか思い出した。基本的にあの、なんかマイナスの記憶があるっていうか、あの敵強かったなっていうのは絶対覚えてるので、ここを降りれる。あ、ここ。あ、違う違う。加減のやつ買ってった方がいいのか。あ、です。何、なんか力がアップみたいな感じかな。あ、これで極意。極意って割と簡単にできるのかな。町の北って言ってたけど、北にはどうやって行くの。お、出れる。あ、なるほど。こっちは？全体。わかりづらいな。ここ選んだら？何もないし。下は？あ、何もない。あ、じゃあもう洞窟に行けということかな、これ。いけるか。これ植物系だよね多分。うん、なんかバラっぽいのが出てる。スパイダーローズ。スパイダー。え、何、タイトル戻ります。間違えた。あ、リセットってあるのか。なんかあの、モニカさん技覚えない？一応得意技かなんかに選んだんだけど。ダークだ。あ、暗闇か。なんかこのバラ、あの、中央部分が、目みたい。これ、あ、降りてくるのか。怖いな。敵がちょっと多い。風霊一件。もったいないか。こうやっていくか。ミカさんは何か技をひらめいてくれないかな。
で、インピア使ってるからダメなのかな。もう一個、なんだっけ、フルーレだっけ。骸骨がいる。あ、なんかこの骸骨じゃないか。なんか、すごい強い骸骨がいたのを覚えてる気がする。覚えてる気がするっておかしいな。フルーレの方がいいのか。フルーレ弱いな。この骸骨強いぞ。スケルトンちょっと強いぞ。あとダメージゼロってやばくない？あれですか、スコール。どれくらい効きますか。あ、何ゼロ。ちょっと強いんだけど。ゼロ。あ、炎には弱いのか。いける？広いな、結構。アロ箱があるけど。とりあえず倒すか。あ、これだったら大丈夫。違う、スコールじゃなくて。いやモニカさん全然強くならないんだけど。え、ね、広いな、ここ。どこに行けばいいんだ、これ。こっちは何？ちょ、迷子になりそう。あ、敵が復活してる。とりあえず、この宝箱は。この目的は何だろう？このゴブリンが何気に結構痛いな。何入ってる？精霊石ですわ。あ、なんかボスっぽいのがいるな。あ、ちょっと、あ、いけた。生命の杖ですわ。ヒールって多分 HP 回復じゃないかな。シャッタースタッフって多分2と一緒だったら武器壊れるやつだよね。モニカさん全然武器成長しないんだけど。え、ちょっとこれやばくないか。対局はしたくないけど。ちょっとスコールベタラメル。あ、使えるのか。消費ゼロか。これでどれくらい与えられる？一体倒してくれるとありがたいけど。あ、倒した。痛い。あ、一体当たらなかったな。モニカさん武器のレベルが全然上がらないんだけど。
そして、なんか HP も全然上がらないんだけど、成長がしない。成長しないな。てか、これ、武器、長剣からブロードソードに変えようか。うん。あ、盾か。あれ、盾なんて持ってたっけ？盾はここに装備するのか。あと、盾ってあの両手用の武器だと装備でき、装備じゃないや、効果ないんじゃないかな。どうなんだろう。もらったやつかな。こっち持っとく。で、ちょっとボスっぽいのがいるな。あ、強いのかな。あれを倒すのが目的。800、結構お金増えたね。うん。さ、あれと戦う前にはセーブするか。では、あ、ボス。ボスなのか。若干ブラザー。本気でこう、スコール、スマホ、腕、だ技ポイントないんだよな。当たらない。え、当たらない？あ、それはよろしくない。はい、下のやつ効かないのか。スピア、トマホーク、弓。倒した。なんかしてくる。あ、倒した。そんなに強くはなかったか。これね、金とシェルブレーサー、何これ。あ、防具か。とりあえず一番 HP 低いモニカさんに装備するか。で、ここだけ、これはこれだけかな。ちょっと敵が増えてる気がする。気のせいかな。なんかあのゴブリン荒ぶってるけど。あの、聞いてて、飽きない BGM っていいですね、やっぱり。やっぱり。あ、やっと上がった気がする。技をなんか一つ覚えてくれたら嬉しいんだけど。待って、セーブしとこう。こっち行ったっけ。こっち行ってないよね。こっちは？これ確か斧が効いたから杖とかでいいんじゃないか。あ、一応ダメージちょっと入った。やり、うん、あれ宝箱取りたいな。これ、あれ、あんなスライムいたっけ。スライム系はなんか武器が効かないイメージがあるんだけど。何その強酸って唾液みたいな感じ。痛い、痛い、痛いんだけど。
あれ取れるよね。こっちか。あ。ピピ一体なら大丈夫。しかもこの回路そんなに強くはない。ミカさんちょっともう少しパワーアップしてくんないかな。武器効かなさそう。斧とか絶対効かないよね。ここでこれか。あ、弓は効いたけど、どれくらい。あ、強い。あ、普通にダメージ入るの。なんか若干火力アップしてる。これは生命の大元。バックラ、バックラは待ってたよね。誰が何装備してたっけ。あー、ガーダーか。ちょっとこっちに呼びよう。あ、行っちゃった。今のうちにこれで戻ればいいかな。あいこつ強いからあんまり戦いたくない。ちょっと武器をレイピアに戻して、あんま覚えないかな。ささっと。お、3体も出てきた。強いな。それ何。お、ミドブレイク外してない。これ当たったのか。出て歩道類に行って、何か変わってない。あの、他行けるところがないんだけど、なんか情報変わってたりするかな。何か情報は。ああ、それは聞いた。ゲームのし、あ、ぼちぼち変わらない。人も増えてないよね。この子は僕に構わないで。一回伯爵のところに戻ってみるかな。結構あの、これ街の人から地名とか聞いてそこに行けるようになるから、2とかそうなんで、1もそうか。変わってないか。変わってないな。その前に一回休み。前回だったかな、前回の動画かなんかの終わりに、あの、四魔貴族に勝てないで、なんか、かんって話したと思うんですけど、あの、ゲームの BGM とか結構聞いているので、あの、四魔貴族戦の BGM は知っています。これは変わらないな。確かね、2種類あるんですよね。
個人的にはどちらも好きですけど、どちらかというと2の方が好きなんですが、2の方は生で聞いたことがありませんね。そっか、10つやか。ぜひね、生で聞けるように。うちなんかちらっとね、他の方のプレイ動画とか見たことがあるので、飛ばし飛ばして、だからどこで聞けるかとかはちょっとした、確かラストの方とあったと思うんだけど、ただラストダンジョンで行くまでの過程とかは見てないので。だから新しい敵が結構いるな。大丈夫。アルカノイドって何かの歌の歌詞で聞いたな。なんだっけ。なんだっけ、なんかのね、アニソンだったと思うんだけど。あれはアルカロイドだと思う。待って、これ、この虫強いぞ。あ、やっと技覚えた。技を覚えるってことは結構強いのかな。それともたまたまあまり技を覚えなかったのか。こっち行ってこっち行って、伯爵のところに、わざわざここのダンジョンというか、相変わらず怖い演出。伯爵、たった今ミカエル公がゴドウィンの軍を打ち破ったと知らせがありました。あ、早いな。てっきり中盤とかでさ戦うのかと思ったけど、すぐに出発なさいませ。ロワーヌに着く頃にはミカエル公がロワーヌを取り戻しているでしょう。あ、ワープしてきた。この難局を乗り切ることができたのも多くの者たちのおかげである。なんかボスっぽいゴブリン、あれ倒したのがフラゴになったのかな。特にハリード、トーマス、ユリアン、エレン、サラ、お前たちは私の家臣でもないのによく働いてくれた。ハリード様、お誰？ありがとうございます。羽のためだ。別に感謝してもらう。あ、これモニカさんか。トーマス様、ありがとうございます。ユリアン様、ありがとうございます。自分が正しいと思うことをやれ。でも、親父がいつも別にそんな。モニカ様と旅をしたのは結構楽しかったよ。え、終わりじゃないよね。いいえ。足りな。モニカ様の勇気がゴドウィンの野望を打ち砕いたのですよ。あ、これ序盤はなんかあれか。十分な恩賞を与えよう。まあ当然だな。ハリード様ったら、数日後。これからどうする？何をするっていうあてもないんだが、ランスにある西欧の墓でも見ていって、で見ようかと思ってる。西欧っていうのはこの世界で何か大事な人なのかな。多分人というか、人であったというか、なんだ、お墓だからもういない人かな。じゃあな、妹を大事にしろよ。マニカ姫、お元気で。お元気で。カタリナ、どうしたのその髪。カタリナさん、髪の毛なんか長かったですよね。ミカエルさんは申し訳ございません。マスカレードを奪われてしまいました。本来ならば、今すぐ自害してお詫びするところですが、何とぞマスカレードを取り戻す機会をお与えください。その髪は決意の印か。よかろう、自らの不始末、その手で生産せよ。マスカレードって何ですか。
アスカレイドを取り戻すまでロワーノに戻ることを許さん。ミカエルさんは偉い人なんだ、偉い人なんだろうけど偉そうだな。そんなひどいわ、お兄様。お許しをいただきありがとうございます。必ずマスカレードを取り戻してまいります。カタリナ、一つ尋ねたい。お前ほどのものからマスカレードを奪うとはただものではあるまい。一体どうやって奪われた？びっくりマーク。それだけは申し上げるわけにはまいりません。なんだ気になるけど。そうかそうか、ならば重ねてとお前行くがよい。でカタリナさんって主人公の一人に選べたけど、ユリアンを呼べ。どうもこんにちは。なんかいきなり軽々しくなったけど、今日来てもらった、あそか、さっきからそれで連れ立ったのか。お前に一つ頼みがあるのだ。今度新しくモニカの護衛部隊プリンセスガードを作る。お前にも参加してほしいんだ。どうして俺、私なんかに。モニカとハリードの意見だ。どうだ、引き受けてくれるか。そんな俺には無理です。ユリアン様、ぜひお願いします。わかりました。これで。おはようございます。何をしたらよろしいのですか。おはようございます。寝るの？あ、ここなんかあれだよね。扉っていうか。あれ、あ、無理ですか。この本棚がスイッチ。あ、無理ですか。あれ、クローゼットか。こういうタイプのクローゼットって珍しくない？なんか下に引き出しついてるけど。クローゼットってなんか、どうだっけ？どこに行けばよろしい？ここは？ああ、お兄様、お出かけ、じゃあ出かけてもよろしいでしょうか。今はダメだ。ゴドウィンの動きが気になる。あれ、倒してないの。遠くへは行きませんから。それにユリアン様たちに護衛もしていただきます。分かった。2時間短いな。ユリアンは家臣の一人になったのだ。ユリアン様と呼ぶな。変わった。格好も、場所も。ユリアンって呼んでよろしいかしら。お兄様がそうしろと。もちろん構いませんよ。みんなそう呼びます。ユリアンは本は読むな。いきなり話題変わったな。いえ、私はそういうのは苦手で。え？ボカボカ。戦い。なんか、これあれじゃない、ゴドウィン気がついたか。晩酌。逃げようなどと思うなよ、モニカ。このモンスターの餌食になるだけだぞ。ゴドウィンの洞窟、一人なんだけど。